常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。内容気に入ったらぜひ Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。今日はですね、お世話になっているね、普段ね、皆さんとちょっとお船でね、はい、おもてなしの会をさせていただいております。まあ私がいつもお世話になっている人といえばね、この人です。はい、道端カレンさんです。どうぞ出てください。せっかくですから。メイクがボロボロになっちゃった。カレンさん、ありがとうございます。あれ、すいません、お世話になってます。すいません、ありがとうございます。いや、今日はようこそお越しくださいました。はい、ありがとうございます。メイク落ちちゃった。今はもうバキバキですね。いやいやいや、そうそう、ボディビルの大会に出てるんで。すごいですね、ビキニフィットネス。はい、いすごい、頑張ってください、ね。はい、ありがとうございます。そんなカレンさん、はい、経済にご関心をお持ちということで。そうなんですよね、前からね、はい、ね、はい、いつも、はい、いろいろとお話聞いてます。今日ですね、私たちがここで遊んでいる間に、はい、日経平均が29,000円突破です。はい、あ、それはどうなんですか。すいません、そこの解説から。そこの解説さっき聞いてました。ちょっと聞こえてましたけど、聞こえました、はい、29,000円の意味はですね、はい、かなり良いということです。あ、あ、はい、簡単に言うと。よかったです。ただね、はい、今日の日経新聞を見ると、はい、もうね、ネガティブな記事が出まくりなんですよ。資源高でね、はい、1兆4000億円所得流出とか、うん、なんかそういうね、はい、暗い話ばっか書いてるんですよ。公益条件悪化とかね、なるほど、円安で苦しんでますみたいなね。あ、なるほど、はい、あ、やべえ、揺れてきた、揺れてきた。なんかそんなことばっか書いててね、はい、これなんでこんな日経が悪いこと書いてるの、はい、株上がってるのかって不思議じゃないですか、はい、不思議ですよね、うん、なんでここでそのまあ、はい、まあ、初心者向けってあれですけどね、はい、これから株式投資を始めようと思っている皆さんに、ね、はい、ぜひちょっといろいろなことを、ね、はい、まあ、簡単な、まあ、基本の木からいきたいんですけど、はい、まあ、株価ってなんで決まるんですかね。株価ってみんなが期待をするからってやつですね。そのさすがですね、はい、モデル界のリフレは期待の働きです。はい、その通りです、はい、みんながね期待するんですけど、それは、うん、明日なのか2秒後なのか、明日なのか1年後なのか2年後なのかっていうと、うん、もっと長期なんですよね。あ、そうなんですね。そうそう、まあ最低でも1年後とか、はい、半年後とか1年後とかぐらい、はい、ね、まあ、長ければ 2,3 年後ぐらいもっと良くなるんじゃない、うん、みたいな、まあ、そういう期待のもとで株価をね、うん、まあ、株を買ってくると、はい、でいろんな人がその将来に対して、うん、まあ、株価の自由ですから、うん、そのプラスに評価して買いたい人もいれば、うん、いやそんな無理だよって人もいるわけじゃないですか、うん、で一斉の背で投票するんです、うん、で投票権は株権ですから、あ、お金使わなきゃいけないでしょ、はい、未然を切って投票するの、うんうん、で用意ドンで投票した結果がプラスとマイナスわーっとなって、うん、今の結果なんです。あ、なるほど。そう、っていうこと、じゃあみんな期待してるんですね。そう、今はね期待してたんです。でもね、つい2ヶ月前はね、うん、みんな悲観してたんですよ。あ、そうですよね。こんな風に、ね、期待がねぐにゃ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 動いてるんですよね、うん、でそのぐにゃぐにゃ動くときに、うん、その動いた結果を見て、うん、騒ぐ人と、うん、こういう結果なんで将来こうなるんじゃないって予想して動く人と、うん、まあ、2つに分かれるんですけ ど、はい、日経新聞というのはどっちかというと、うん、その結果に対してギャーギャー言う人、はい、あ、なるほど、だからそういう風な今日広告記事が出てたんだ。記事がそうなんです。はい、常にですね、まあ、新聞とか、まあ、全般的にそうなんですが、はい、まあ、これはね、田中秀富先生の授業なんか聞かれてて、ね、覚えてますか、はい、覚えてますか、はい、ノイズを増幅するというようなですね、はい、まあ、そういう、まあ、うん、メディアあるんですよね、うん、だからその拾ってもしょうがないノイズをガーッとこう増幅してですね、はいはい、でそれをまあ強めて、うん、まあ、なんていうんですかね、周りにばらまいてしまう、はい、でそれを受けた人がですね、うん、遅れてその、まあ、みんなが騒ぐもんだから、それを遅れて乗っかって、うん、で大損するっていう。あ、なるほど、遅いんですね、それだと。そうなんです、大体それだと遅いんですよね、はい、はい、だからまあ、うん、今ですね、まあ、この間の GDP もね、うん、速報出まして、はい、2.2% 増ということで、うんうん、はい、まあ、これどう評価するかという感じでね、はい、まあ、割とその海外に比べて、うん、回復が遅いんじゃないかといったご意見もあったんですが、うん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 、まあそれはそうなんですけどね、はい、その今はそうだけど将来どうなのってところを見ないと、うんうん、なるほど、この株っていうのは予想していけないということなんですよ、はい、ということで、まあ、カレンさんも今ね、はい、筋肉育ててますけど、はい、そうなんですよ、今はまあこんなもんですけど、はい、将来バキバキ、そうですね、頑張ります。私も外人選手ぐらいにいけるようにぜひ頑張っていただければと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということでカレンさんここまでです。はい、さようなら。はい、ということで、こんな会をですね今やらせていただいてるんですが、まあ、カレンさんにもね説明させていただいた通りですね、期待の働きってすごい大事なんですよ。で、株を買うときにですね、まあ、その今上がってるから買うとかね、今下がってるから売るってことをやってしまうと、そのまあノイズを増幅している一因になってしまうんですよね。で、そのノイズ増幅装置っていうのが、まあ、私が常にね、神の声を聞けといつもね申し上げてるんですけれども、いわゆるこう逆進と言われるような人々っていうのは
が、大体ですねノイズのピークの時に現れる人がいるんですよね、まあ、名前はあえて言いません、はい、まあ、何人か僕はマークしている着信っていてね、はい、まあ、これはまあ八重洲イブニングラボの方でね、あの福音の会というまあコーナーをやってるので、まあ、そこをちょっとご覧いただければと思うんですが、まあ、何人か私マークしている、何人かっていうかね何十人かもしれませんねすいません今ちょっと聴衆から苦笑いが漏れてますけど、何十人とマークしている人がおりまして、でその中でもこう神々にやっぱランクがあるんですよ、あの一級天使からね、あの三十何級天使まで、まあ、あるわけですよ、その、まあ、例えばそうですね、あのサキエルよりもゼルエルの方が強いじゃないですか、エヴァンゲリオンでいうと、まあ、そういうノリでですね、まあ、その神々を本当にまあ申し訳ないんですが、ランク付けさせていただきまして、で、まあ、最強、まあ、最強神のブルーはやっぱまあバラ様ですよね、最強の神はやっぱバラ様だと思うんですけれども、まあ、その辺のですね、まあ、神々をあのランク付けしながら、その神がね発動してくるわけです、いろんなところで。で今はね割と神はそうですね現状に悲観されてる方が多いですね、全部キャッシュポジションにしてるとか豪語されているね、海外の逆進の方もいらっしゃる、誰とは言いませんけどね、まあ、いらっしゃるので、まあ、そういう神々の、様子をですね、まあ、見ながらね、はい、ノイズ増幅のため、まあ、これネガティブインディケーターと言いましてね、アメリカでもまあ、あるんですよ逆進っていうのはね、まあ、日本ではまあ逆進と言いますけれども、まあ、こういう人たちをマークしながらやると、まあ、その、日経新聞では僕は八百万の逆進と呼んでるんですけれども、まあ、ある意味その、まあ、なんていうんですかいろんな逆進がこう出たり入ったりしてるのが日経新聞なんで、まあ、楽しみながらね読んでいただけるといいかなと、書いてあること真に受けない方が、むしろ逆に取った方がいいのかなと。だからまあ日経新聞がですね今年のまあ冬ぐらいになってボーナスでどの株買おうみたいなことをやり始めたら要注意と、いうことになるのかな。まあやっぱりね、なんつうんですかね、まあ神の見えざる手というのはあるんです、はい、神は存在します、はい、ただその見えざる手はね往々にして逆の方から伸びてくるということで、まあ、さっきカレンさんに説明した通りですね、株は今フィーバーしてるんですが、今日経新聞はですね、まあ、悲観的な日本経済の先行きを悲観するような記事ばっかり掲載してます。交易条件が悪化してるとかね、燃料代でね1兆何千億、消えたとかね、あんなことばっか書いてるんですよ。あとその円安でね企業業績が悪化とかさ、もうそんなことばっか書いてるんですけど、はいはいはいありがとうございますみたいな風にまあご覧いただくのがいいかなと、いう感じですかね。まあとはいえですよね、まあ今は珍しくですね夏にこの株が上がるというねサマーラリーというまあ状態になってるんですけど、これめったに来ないんですけどね、相場格言でもねお化けとサマーラリーは出た試しがないというね有名な相場格言があるんですが、これ今年はねちょっとねある条件が発動してまして、お化けも出ました、だいぶ、はい、お化けもだいぶ出ましたし、お化けも百鬼夜行状態だったんで、まあ、ここへ来てですねサマーラリーに、なってるのかなみたいなね、まあ、そんな感じがします。まあそういう意味で言うとね、リフレ派の皆さんね総じて予想は割と当たってる人が多いです。まあ、高橋洋一先生なんかねすごい当たってまして、株の世界でもね高橋先生フォローしてる人すごくたくさんいます。で他にもリフレ派のね専門家の方、あえて名前言いません、なんでかというとね、これも八重洲でネタを公開して、まあ、高橋先生はもう大体予想、ね、されてる通りになってるでしょこれまでね、はい、なん で逆にですよ、財政再建原理主義者みたいな人って割と当たんないじゃないですか。もう日本経済何回滅びてんだみたいな、ね、日本が何回滅亡してんだみたいな話なんで、まあまあそういうのを見ながらですね、ネガティブインディケーターも見つつね、本当のインディケーターも見つつね、でかつまあ生のデータもね、今例えば FRB で、公開市場委員会っていうね FOMC っていうのが開かれるとすぐにまあ議事録はすぐに公開されないんですけど、まあ、議事録の用紙みたいなのも出ますし、FRB のですねステートメントもね FRB のサイトで読めるじゃないですか。昔はねそういうことできなかったんで本当大変だったんですけど、まあ、今はそういうことできるので、まあ、そういう一時情報をね取りね、かつ、まあ、そういうのを正しく解釈できる人の、まあ、情報も取り、かつですねネガティブインディケーターノイズ増幅装置が何と言ってるのかと、こういうのを合わせて総合的に考えながらやっぱね投資っていうのはしていかなきゃいけないんですよね。私のね、両親がね、若かりし頃のようにですね規制金利でね、で日本もやたら金利高くてもう銀行とかにね預けて財形貯蓄でも定期預金でもやっとけばそれで安心っていう時代はもう終わっているので、やっぱそれぞれがね自分のまあ考え予想に従って、どういうふうに自分のね資産の配分考えるかポートフォリオを組むかと、いう時代になっているので、まあ、その中でね日経新聞ばっかり読んでやってると失敗しますので、いろんなですね意見ね、
いろんなまあ考え方、情報をですね入れながらやっていただくのがいいかなと。まあこれからね、老後の、資産2000万いるというねレポートをね、今あの石川一区で当選した小森拓夫くんがね、金融庁時代に書いたレポートですけれども、私の弁論部時代の同級生なんですが、彼はね大学は違いますけどね、まあそういう、まあ2000万ね貯めなきゃいけないという時代ですから、まあ、皆さんもですね、しっかりとですねこの、 あの投資についてね学んで、まあ、まずはですね情報源です。はい、もう情報源が日経新聞だけだと絶対ダメだし、あとあの銀行の営業マンかなんかでね投資信託売ってるような人もみんな日経新聞しか読んでないような人が多いですよね。これ非常に問題だなと、いうふうに思います。あのこの間ねうちの事務所にね飛び込み営業でね、PE 証券の方がですね、どことは言いませんよ、 PE 証券の営業の方がいきなり飛び込みできたんで面白いんで話聞いてみたんですけど、まあある意味完全論破してしまいました。結局ねあの進めてくる利回りの高い商品が全部手数料でやられちゃうような感じなんですよ。買うだけで 2% とか 3% とか手数料取るんで、お前これ何年でねあのひっくり返せんだよみたいな話で、あのリスクの割にはですね、リターンが少なく手数料が高いみたいな商品すごく多いですから、皆さんもお気をつけいただいてね、まあ、NISA で口座開いたら、まあ、まずはインデックスファンド、こういったものでですね、まあ、ドルコスト平均法のね、まあ、鉄壁の、まずは守りを固めてからそこからの攻めと、ね、いうことで、攻めはあの KKD ここだなんですけれども、まあ、今ちょっと株上がり始めたんでね、後追いでまあ買いたいって人いるかもしれないけど、ちょっと、まあ、まあまだどうなのかな、まあちょっと微妙ですけどね、はい、ちなみにあの八重洲イブニングラボのですねできる子ちゃんたちはもうとっくに買ってました。はい、もうというかずっと買ってますね。もう去年ぐらいというかもう2020年から実は皆さん押し込みでございますので、まあ今もう今日ね2万9000超えてね、まあこれキッシーレンジ第3層というんですけどね、うちの業界ではね、まあ皆さんウハウハした鼻息が聞こえてくる感じですかね。まあやっぱりね何でもやっぱ勉強しなきゃダメかなと。でただその勉強の教材が問題なんでね、間違った方向で勉強しちゃうとダメですから、はい、そこだけは気をつけてもらいたいなと。日経よくの読む、ごめんなさい噛んじゃった、日経よく読むあれになると、いうことでねお忘れなきようにお願いしたいと思います。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。